ミネ駅は山口県峰市大峰町東分あ座平城にある西日本旅客鉄道峰線の駅。峰市の代表駅である単式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線、合計二面三線のホームを持つ地上駅で校内の南東側に接して駅舎があるほか2.3番乗り場とは校内踏切で結ばれている場内信号機、出発信号機の配置場。 一番乗り場が上り本線、三番乗り場が下り本線であるが、上下線ともに、いずれの乗り場からの発着も可能である。しかし2009年3月14日、現在、2.3番乗り場の使用は休止しており、同乗り場の出発信号機や場内信号機は、大板で被服されているほか、駅南端側の各線路には枕木による仮設の車止めが設置されている。また、 校内踏切への折り口が蓋で塞がれており、使用できないようになっている。長戸鉄道部が管理し、JR 西日本広島メンテックが駅業務を受託する業務委託駅である。峰線の中間駅では唯一緑の窓口が設置されている。かつては売店とうどん屋が営業していたが、それぞれ2008年と2007年に閉店している。 特定日の未当駅始発の列車が設定されている。旅客案内上の乗り場番号は駅舎側から順に不番されているが、列車運転指令における番線番号は駅舎反対側から順に不番されているため、それぞれが逆転している。工場からミネ駅に向かう貨物列車かつて併設されていた日本貨物鉄道の駅は専用線発着の車扱い貨物の 取扱駅であった。旅客ホームの北500メートルほどの場所に、ミネヤードと呼ばれる、小規模な操車場があり、ここから、南東方向へ、伸び梅高山イサセメント工場へ至る、全長2キロメートルほどの専用線があった。かつては、石炭輸送で、多くの貨物列車が発着していたが、大峰炭鉱の閉山により石炭輸送は廃止された。また、梅高駅への石灰石輸送は、 宇部高山専用道路の開通後は同道路を使用したトラック輸送に順次切り替わり、1998年に廃止された。その後も東駅と山陰本線、岡見駅の間には、多機1100型で編成された専用貨物列車が1日1往復運転され、伊佐セメント工場からは炭酸カルシウムが中国電力ミスミ火力発電所へ、逆にミスミ火力発電所からは、 フラヤッシュが、イサセメント工場へそれぞれ輸送されていたが、この列車は2013年に運行を休止、そのまま2014年に廃止された。1日の平均乗車人員は以下の通りである。駅は一方にのみ開かれており、駅裏への自由通路は設けられていない。ミネ市の中心部の北西端に位置する。駅の南側を国道435号。 東側を国道316号が通り、国道435号のさらに南側を朝側が流れている。いずれのバス会社も窓口はない。なお、駅東側の保線区構内に船木鉄道ミネ営業所が位置する。2016年9月までは中国 JR バスが乗り入れており、周報道、山口駅方面にへ運行していた。二千十八年九月までは、 三電交通が周報道まで運行していた。西日本旅客鉄道ミネ南大峰駅、峰駅、茂康駅。ありがとうございます。